こんにちは、こんばんは、ポチョです。ということで今日は市ヶ谷から秋葉原まで総武線で運転したいと思います。ということで早速やりましょう。今回やっている電車号はアーケードモードです。ということで早速市ヶ谷を出発ですね。ということで出発始行第7閉塞原則市ヶ谷停発1時25分ちょうど発車しました。制限速度は70キロですね。原則70キロ、75キロですね。エアセクションです。お、元山手線がまた設置だった。まあそうですね、もともと山手線の車ですね。ということで、あと1000メートルか、1200メートルか、よし、OK。まあ、あれですね、合図、警笛とか、鉄橋とか、保線区とか、まあそうですね、サービスですね、あとは。まあでも一番奥に行くのはホームですね、やっぱ、ホーム。まあこの電車号は、制限時間もないので、まあ、どんどんスコアを止めていくっていう。まあ、どれだけ運転がいいのかっていう感じですね、アーケードモード。まあ、結果発表がちょっと期待できますと。まあ、結果発表のことは忘れたいので、運転しましょう。お隣さんは中央線ですね。ということで、飯田橋で次。飯田橋の駅が見えてきました。これ通路ですね。ここに制限速度95キロと。まあ、ホームの制限速度は95キロですが、95キロ出すほどではないんですけどね、ここは。ということで、13、12、あと12秒か。ブレーキが強すぎます。7、6、5、4、3、2、1、0。飯田橋、停車。ということで、定時ですね、定時。第2まあ、1秒とマイナス1秒、その定時の中で、まあ、まあ、大体その3秒の間に停車するは S なんですね。まあ時間の方はちょっと今のがいいので S に予想しようか。ということでさてどうかな。かなり走ってますね。ということで停車です。到着ですね。ここで停車です。さてどうかな。おお、やっぱ S だ。よしよし、いい感じですね。ということで次行きましょう。ということで、なるほど。雨の日はワイパーっていう操作説明でしたね。ということで次は水道橋。飯田橋も水道橋もそうですが、水道橋って都営三田線だからね。地下鉄だったら。で、都営三田線はなんと境に、埼玉の近くに行くですね。まあ埼玉には行かないんですが、マックがあるとこはどうやら埼玉ですね。どうやら。だから、都市名店第2閉塞。石高島ダイヤの近くのマックは埼玉なんですね、多分。まあ多分だから道路では書いてたらよく聞きますね。まあテレビもなってるんですね、そこは。で、飯田橋って言ったら、まあ千代田線とか走ってますね。まあ地下鉄は走ってる方ですね。第一閉塞進行。ということで、お、またまたすれ違いですね。これは。次は70。よし。総武線と中央線でしたね。ということで、ここは95キロの制限速度です。まあ70キロ出した方がいいかな。進行。まあ、三田線の西高島ダイヤの近くのマックは一応和光市ですね。まあ、変わった道路が変わった感じです。第2場内。ということで、もうそう言ってたら、もう近くはもう水道橋です。三田線乗り換えですね。まあ、近くには東京ドームもあります。東京ドームも。まあ、後楽園が近いんですね。まあ、丸の内線だったら、まあ、後楽園行って、お茶の水で中央線と乗り換えができるんですよね。まあ、総武線もそうですね。まあ今、後楽園の近くを走ってる感じです。ブレーキが強すぎます。まあ、三田線は後楽園行かないんですけど、停車出発南北線とちょうど分かれてるんですね。まあ、南北線は後楽園ですけど、三田線は後楽園の近くなんですね。南北線は完全に後楽園ですね、言ってるところは。まあ、水道橋と後楽園駅は近いですよ、ね、非常に。まあ、でも近いです、かなり。東京メトロの駅あるあるですね、完全に。駅と駅が近いっていうのは。電車乗ってても分かります、かなり。
ということで、ランクどうかな、ランク。よし、S だ。よし、S。S ですね、S。いいランクですね。ということで、次行きましょう。で次はお茶の水ですね。ということで早速発車ですね。ということで丸の内線と中央線の乗り換えです。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。ということで早速発車ですね。初め点出発進行出発進行888秒ですね。どうやら888ってさっきからもうまあお茶の水から、まあ、水道橋ですが、さっきの、飯田橋から水道橋も888でしたね。うん。まるで、パチ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 みたいですね、メートルが。ということで、この辺は95キロですが、70キロを出す、まあ、70キロがメインです。目安ですね。東武第一場内、進行。ということで、お待たせ違いだこれ。ということで速度第二場内進行制限45。なんかやばい。ちょっと速度がごちゃごちゃしてるから、すごい慌てやすい。あ、あずさだ、あずさ。懐かしいあずさがすれ違ってますよね。今は踊り子になってしまったあずさですね。やばいやばい。やばい。なんか時間もそうだけど速度が遅いですね。かといって加速すぎても加速しすぎると逆に停車しにくくなっちゃうからね。ブレーキが強すぎます。まあ、いい方かなこれ。ということで早速止めましょう。ブレーキが強すぎます。うん、お茶の水。よし停車。停止。ということで出発。まあ無事停止しました普通に。いやー今の朝難しかったですね。ゆっくりですねやっぱ電車。ということで、お茶の水停車です。ということはですね、ここで、ここだと最後の区間ですね。次は秋葉原駅ですね。ということで、早速次の方行きましょう。よし、S ですね。行きましょう。C1 も申し分なしです。ということで次は秋葉原です。ということで早速行きましょうか。まあこっから効果が高くなっていく感じですね。まあ相場線だったら高い方ですね。秋葉原駅3階建て。ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。じゃあ出発進行ですね。進行お茶の水発ですね。お茶の水停発。ということで次は秋葉原です。第14閉塞進行。この電車は中央総武線各駅停車千葉行きです。お、鉄橋だ。秋葉原お出口は左側です。第13閉塞、うん、やっぱ高いですね総武線の方は。この辺は効果がということで、もうすぐそばに駅があります。もう駅近いですね。ここはよし、最後の低速が OK。ということだったら停車するだけで、でもこんなの早いな。んー、なんかやばい。あ、なんか人いたね。うわ、なんか早い、なんか早い、なんか早い。やばい、急ブレーキになっちゃった。少し。ブレーキが強すぎます。ブレーキが強すぎますって言ったし、やばいやばいやばい。おっと、ブレーキが強すぎます。ちょっとオーバーした。秋葉原停車。まあでも第11時間は S だと思います。進行多分ね S。まあ時間の方は目的にしてるんですよ、ね。さてどうかな。あ、ということでどうかな。秋葉原到着。よし S ですね。ということで時間の方トリプル S 取りました。ということで結果発表ですね。動画のゲージ、おーおーおー、すごい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 。
やった A ランクのレッドマスターになりましたということで、すごい結果でしたね。 A ランクですということで、今日はここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあさよなら、バイバーイ。